こんにちは、ゆうです。バードのお時間です。はい、京都の方、おめでとうございます。前回ちょっと締めっぽい動画で終わっちゃったんで、はい、あとその昨日の生放送をお付き合いくださりありがとうございました。アーカイブご視聴くださった方もありがとうございました。本当はね、なんかちょっと皆さんからちょっと元気いただけてね、パズドラね、実況っていうか楽しいなと思って、それでちょっと今ちょっとはいなんか動画撮りたくなって、はい、ちょっと今新聞課金サーバーが芝居まで久しぶりですね。はい、ちょっと動画撮っていきたいと思います。こちらですね、僕ね、このアカウントあれですね、マーベルコラボが来てから一回も動画撮ってなかったんで、無料はちょいちょいつまんではいたんですけど、はい、なんかおめでとうございます。来てんな、これ。本当、ちょっと皆さんの前で一回も弾いてなかったので、一回ね、ガチャをね、挟んでから、新版字とかね、いろいろ動画撮っていきたいと思います。クエストもね、11位までクリアしないんですよね、これ。で、コードギアスがね、こちらなんですよ。はい。こちらの結果となりまして、コードギアスが多分うっすら僕この芝居のように消えてたんで、はい。こんな感じで、ゼロが3体で、あとは、そうですね、こうね、もうほんま悪い癖なんですよ、僕ほんま。メダル溜まってんのにシャーリー交換し忘れるっていうね、ほんま失態をやらかしてしまって、これでもやらかすか思ってね。で、あとスザクが出たりとか、はい、あとはその、プロの方のこのイベントで、報酬で、ジノが弾けたりとかね、しましたんで、はい。もう本当にね、ジノとカレンのなんか関係性とかもすごく熱いんで、はい。で、マーベルがですね、ごめんなさいね、ちょっと引き伸ばしみたいになっちゃって。マーベルが今こんな感じなんですよね、はい。こちらもね、多分前回交換し忘れてるんですよね、この数。この数。はいはい。あれ、でも今回止まったなんか、はい。こんな感じで、もう全然いなくて、本当、マーベルであれか、協調が取れたんですね。協調か。はい。キャップマーベルで取れたんで、まあまあまあ、そこはちょっと、まあ、作品自体はね、僕はもうはっきり言ってね、全然わかんないですよ。はい。しかしわかんないですけど、アイムキャプテンアメリカだったっけ、アイムスパイダーマンだったっけ、はい、知らないんですけど、まあ、ちょっとね、さすがにちょっと僕もパズドラ実況者たるもつままんわけにはいかんなと思って、それでは早速マーベル行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずは無料からですね。今日そうなんですよ、その動画撮ろうと思ったきっかけもちょうどね、星6クリア報酬か来てたので、はい、それも全部終わらして、はい、クリア報酬、あとコロシアムクリアしなかったんで、まずコロシアムからね、普通の、まあ久しぶりなんで、ちょっとなんかどうやってやったらいいのかわかんないですけど、はいはい、あー、そっか、今どうやった、なんだこれほんまに全然わかんないですよ、僕。ジャガーノート、デスノート、計画通り、はい、盤面に、武器が、いやー、チーム HP、めちゃめちゃ HP 盛りやん、これ。はいはい、ジャガーノート、デスノート、はい。それでは、もうちょっとクリア報酬1個あったので、僕もアベンジャーズが、マーベルなんすか。ほんまに、にわかにも程があって、あーと、そうか。マイティーソー、これは知ってる。ザーが抜け取った。ザ、マイティーソーか。はいはいはい。はい、なるほどね、なるほどね。マイティーソーは前回からいますよね。武器も作ってない。あ、でも1体しか持ってなかったのか。なんかこれ確か、無駄にウルバリンとか持ったんですよね。さっき多分チラッと武器になったと思うんですけど。はい。それでは今日のね、こちらですね、マーベル上級。はい。これのクリア報酬ですね。星6以上確定ガチャ。ここからやっとダイヤですよね。もう金、卵はお話にならないと。はい。ああ、星空か。空だけでいいの。あ、ほんまに星6しか出へんかった。おい、持ってる覚えてるわ。ようね、リラチェン武器使ってるんですよ。シンクロ覚醒ついてるやん、これ。
サウの時にリーダーと入れ替わる。リラチェンですよね、やっぱり。え、貴族生の攻撃力が20倍で、リラチェンしてくる。ちょっとあの、本体にはごめんなさい。あ、ちゃう、あ、変身か。ごめんなさい、あの、ちょっと用事ないわって言おうと思ったら、あ、まあ、そこそこの倍率は出るんですよ。でも、全プレイやったらあれか。あ、4ターン継続の、え、そんなあったん。まさにちょっと疎くて、ほんまに最近。あ、武器みんな忘れた。それではですね、あ、こちらの人、どうやって撮ってるか忘れた。ほんま、久しぶりです。お久しぶりです。はい。プレイ履歴ちゃうのよ。はい。どこやったっけ購入履歴か。はい。無料配布26個です。はい。2回引きますね。2回引けるんで、まあ、どうせならね、魔法石11個、星6以上、マーメルクラブガチャ引いていきたいなと、はい、思っております。個人的に狙いは、キャプテンアメリカ&アイアンマンとか、ウルバリン&マグニート、まあ、キャプテンアメリカ&アイアンマンはね、ちょっとループがちょっと強いらしいんで、ちょっと用事ないかなと。実はサイクロプスとか、ミズ・マーベルとかも欲しいんですよね、ほんま。なんか、前回全然引けなかったんで、前回この緑色の人たちしか出えへんかったんですよね、ほとんど。それでは、気合入れましょうか、早速。魔法石11個、あと2回回せますね、はい。2回とも、ダイヤ、あ、ごめん、星6以上確定やから11個払ってみようか。あ、止まった止まったってことは、止まったってことは、これね、今思い出した、武器激強やね。いや、マジか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 、これね、これよう使ってってるんですよ。マシンタイプ用でしょ。ジノであれね、マンジュ行こうと思ったらなんかつけれるし。で、これが新しくなった武器でしょ。で、本体もめちゃくちゃパワーアップしてると。無効化になり得る、なりうると。はい。ちょっと、びっくりした。はい。それでは、ラスト、ワン、ショー行きましょうか。はい。魔法石11個だけであと1回回せますね。はい、それでは。最高！はい！いや！いや、デッドプールね、なんかね。あれか、そうか、そうか、そうか。デッドプールは最初からいるから、めっちゃいるんよね、デッドプール。デッドプールすぎるよ、ほんま。全部作れんねんけどね、この武器が結構耐性優秀で、柴犬丸めちゃめちゃ乱用してるんです。乱用ちゃう？悪用ちゃうわ。多様化、多様してるんですけど、はい。はい、それではね、結果見ていきたい。はい、結果見ていきましょう。はい、こちらですね、この、なんだっけ、ジャガーノートさんと、はい、マイティーソー、ザ・マイティーソー、はい、と、ロケット&ベビークルー、グルーと、はい。で、まあ、本日のあれですね。見せ場といえばここですね。キャプテン&アメリカ、キャプテン&に、キャプテンの間に&入れたかんキャプテンアメリカ&アヤマ、はい、に、まあ、デッドプール、安定のデッドプールですね。なんかデッドプール武器つけといたら、まあ、とりあえずええわ、みたいな。HP もらんでええんやった。みたいなとこあるんで、はい。こんな感じで終わりました。はい。ごめんなさい、むせた。はい。はい。ね、本日から星6以上確定ガチャがね、上級が始まったということで、昨日も皆様に生放送でいろいろなんか励まされて、元気いただいて、今日無事に動画撮ることができました。はい。それでは本日はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございます。まあまあ、動画ちょっと少しの間もしかしたら不定期になるとは思うんですけど、まんじゅうの称号はね、はい、もう意地でも、はい、絶対取りに行きたいと思ってますんで、こんなアカウントも。まあ、スザクがいれば、まあ、取れるかな。ジノもいるしね。はい、正直、はっきり言うてね、メインで取れたんで、はい。まあ、メインとちょっと違うパーティー、まあ、メインは、
バーテンダー来るときに撮ったんで、全然違う編成にはガチガチ、もしかしたら芝居の丸の方がサクッとクリアできるかもしれないですけど、はい、まあ、そこもね、はい、あとクエストもね、やっていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、本日お会いいたい私、ゆうでございました。それでは、よろしく、かんでも、よろしければ、概要欄にある X や、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。よく夜ね、スマホ画面だけ配信だけなんですけど、パズドラ配信とかもしてますんで、よろしければ、ご興味ございましたら、そちらもチェックよろしくお願いします。それでは、バイバイ。